にちは、井野翔吾と申します。本を語る人とつながるをテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、 SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力をや素晴らしさを伝えています。今回紹介する本は原田ひかさんの古本食堂という一冊になります。こちらは春木文庫で読むことができます。私は旅先では可能な限り本屋さんに立ち寄るようにしてるんですけれども、普段、我が町の本屋さんに通っていても、場所が変われば本屋さんには新たな発見があります。2023年の年末にですね、東京都の神田の神保町に行きました。神保町は言わずと知れた古本屋さんですとか本屋さんがたくさん集まっている本屋街になっております。そちらで御書院巡りをしようとですね、知っていまして、お目当ての本屋さんいくつかあったんですけれども、年末というタイミングもありまして、なかなかやっていたお店が少なくて御書院巡りはできなかったんですけども、その中で、回れた本屋さんの中で選んだのが、こちらの原田ひかさんの古本食堂という一冊になります。舞台がちょうど神保町となってたところも購入の決め手となりました。話のあらすじとしましては、急逝した、急に亡くなってしまった、兄の古本屋さんとビルを相続することになった高島三吾さんという方と、親戚で国文科の大学院生の三木希という人物が物語の主人公となっております。二人とも三吾さんと三木希、三木希というのが美しいに希望に喜ぶという字を書きます。二人とも珍しい名前かなってたところですね。で、この、兄のお店とビルを相続するようになった、サンゴさんには、書店経営の経験はなく、手探り状態で始まっていきます。ただですね、とても人情深い人でして、本を買いに来た人の話を聞くだけでなく、お茶を出したりですとか、時は、ちょっとした食べ物をシェアしたりします。食べ物を提供するとか、本を食べ物のように出すから古本食堂というわけではないんですけども、とはいつつ美味しそうな描写がいくつも数多くありました。中にはですね、実在するお店もありまして、私が前回神保町に訪れた際に食べたカレーのお店ですね、ボンディが載ってました。ボンディは確かビルの2階にあったかと思うんですけども、この時にも行こうかなと思ってたんですけど、あまりにも長蛇の列でビルの1階の外まで、列が伸びていたので断念をしてしまったんですけども、なのでまたの機会には行こうかなというふうに思っております。たくさんの食べ物が出てくるからこのタイトルというわけではないんですけれども、なのでタイトルの由来というのはしっかりと記されていますので、気になる方はぜひ読んで確認をしていただけたらなと思います。書店経営をすることになったサンゴさんの手伝いをすることになったミキキもですね、物語のキーパーソンとなっております。で、大学院生のミキキは進路に、悩むんですけれども、このままの進路で職があるのかっていうふうに悩んだことがある方はいらっしゃるかもしれません。書店を古書店を手伝うようになって、大学院生としての、本文である論文作成ですとか授業にも影響が出てしまいます。生前ですね、本が好きで、おじのですね、大おじの、お店にも顔を出していました。ですが、大おじが亡くなった時、遺言は残されてたんですけども、そこに自分の名前がなくて疑問に感じることもありました。ひょんなことから一冊の本が送られていることが分かり、その大おじの思いっていうのが分かってきます。誰かにお願いをしたりですとか、思いを託すときは、相手に断りやすくするというか、その逃げ道を作ってあげたりですとか、重荷に感じさせない工夫が大事なんだなというふうに思いました。最後に心に残った一文を紹介します。人生に必要な小説や本って向こうからやってくるのかもしれませんね、という言葉があります。これは私もその通りだなと思いまして、読むべき本というものは本屋さんでですね、見つけると自然に手が伸びていくものだと思っております。直感を大切にしながら本を手に取り、これからも読んでいきたいなというふうに思いました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと
古本屋さんで開催をしています。開催条件につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの板翔吾でした。